あれこそ次元の歪み。キャメロットに侵入する全ての異物を通さぬ厄介な壁だ。罠だと知って切りかかってくるなんて、よほどゼルドリスに怒り心頭なご様子ね、メリオダス様。メラスキュラ団長、あの技はメラスキュラの。クソが、どうしよう、団長がさらわれちゃったよ。大丈夫、遠くへは行ってないよ。町の中心部から魔力を感じる。骸骨だらけじゃねえかよ。まさか大虐殺にあったコランドの人たちの。動き出した。これって僕のゴーレムみたいなもの。うん、とは違って完全に敵意を持っているよ。死者の怨念を利用した禁獣、オンハンゴンの子だ。それか、今さらんな雑魚で俺たちを足止めできっと思ってんの。すごい。それにしても驚いちゃった。死ぬたびに魔人王様に感情を奪われて復活するという呪いは本物なのね。今のあなたの表情すっごくいい。まるで実界を統率していた頃のようだわね。せっかくこうして二人きりなんだし何かしましょうよ。そうね、謎かけなんて。その全身からほとばしる破壊衝動、あなたの負のエネルギーはすべてアンタンの眉に吸収されてあるものに変換されるの。さて、そのあるものとは何かしら。もし当てられたら、にエリザベスが記憶を取り戻した3日後に眉から出してあげる。答えは簡単。あなたで負の力は彼らに付与される。これが資料強化の修羅の温習。攻撃、防御、魔力への耐性も急激に上昇した。これはいわばメリオダスと七つの大罪の潰し合いよ。ディアンヌ、左！お前たちの足をそこで止まる。殺せ。伏せろ、ゴーセル。神経操作が通じなかった。治療たちの体を動かしているのは神経でなく怨念。新霊装シャスティボル第4形態。完了。なんしろか。情けないですよ、フォックス神は。ザコどもごときに遅れを取るとは。余裕こいてんじゃねえ、後ろだ。余裕をこくのが強者の特権です。どういうこと。狩猟たちにはメリオダスの負のエネルギーが供給されているのよ。そういうからくりか。でも残念。七つの大罪はてめえら実界を倒すために集まった運命の仲間だ。あいつらをなめんな。さあ、それをかしら。僕らすっごくパワーアップしてない？へへ。豚野郎ども、あとはその一匹だ。やっちまえ。すっごいパワー。まさか倒した資料たちの力があの一体に流れ込んでいる。おい、分配されていた負のエネルギーが一体に凝縮され、今まさに最強の資料が垂れるのよ。メリオダスどうしたの？顔色が悪くてよ。耐えられるわけがなかろう。時代魔人王と呼ばれた者の強大な魔力に。団長殿を舐めるな。メラスキュラどうした？顔が悪いぜ。意識を強く保て。心を乗っ取られるぞ。ねえみんな、殺してもいい？
時アンナの意識が渦に飲まれた。恐怖と怒りに満ちた大きな渦に。絶対にさせないわ。一緒に。そんな、あなた。ディアンヌ、やめてくれ。今の君は正常じゃないんだ。どうやらただの催眠や専門状態とは様子が違うようだが、あれはメラスキラの魔力じゃない。虐殺された人々の怨念が取り付いているみたいなんだ。ナイスショット。最高の賞じゃない。同士打ちなんて。というか裏切り者の合成までも7つの大罪だったとはね。その体は大切な仲間のものだ。お前たちの勝手にはさせない。勝手買ってってこんなことやめろ。ディアンヌ。なあ、やめろ。君らは恨む相手を間違っている。恨みを晴らすべき相手はこの俺っち。人間が憎い、人間が憎い。覚えているぞ。俺たちを殺した。この町を滅ぼせだ。行くな、ヘルブラム。さよならだ、ハーレクイン。君の親友でいられてよかった。ヘルブラム。ディアンヌのことちゃんと幸せにしてやれよ。そんだ気配が消失していく。いや、まだだ。満たされない精神がいくつか残存している。何話さでおくべきか。やめて、僕はもう誰も傷つけたくないのに。あー、もうゆっくり眠っていいの。光あれ。どうして君が僕なんかのために。大切な友達だから、それじゃダメ。